イタリア北部地震は2012年5月20日現地時間4時3分にイタリア共和国北部で発生したマグニチュード6.0の地震である。震源はボローニャ市から北へ 36km の地点でサンフェリーチェスルパーナロ付近である。震源の深さは 5.1km である。5月29日にも同じ領域で MW5.8 の余震が発生した。 地震の第一報には、フェラーラの工場の従業員が死亡したことも含まれている。また、同市の市民3000人が避難した。震源周辺の町の教会が被害を受けた。フェラーラ市街の中心にある14世紀に建造されたエステンセ城の塔がこの地震によって損壊したほか、多くの歴史的建造物も被害を受けた。22日にマリオ・モンティ首相は、 非常事態宣言を発令して5000万ユーロを緊急基金として拒出することを決めた。5月29日午前9時にマグニチュード5.8の余震が発生した。震源の深さはミランドラの下5から10キロと見積もられている。現地時間で12時56分から13時1分の間に一連のマグニチュード5以上の3つの強い余震が発生している。 9時の地震と13時の地震の衝撃は北、イタリアを経て、アオスタ州と隣国のオーストリアでも観測されている。この地震のメカニズムは20日に発生したものと同じである。この地震により、30日までに新たに17人が死亡し、約350人が負傷した。地震の原因が、油田やガス貯蔵施設。 地熱発電所などの掘削活動にあるといった世論を受け、エミリア・ロマーニャ州当局により調査が行われ、2014年4月の報告書では、ミランドラ・ユデンでの採取、注入活動との統計的相関と、大地震の発生の一因となった可能性が指摘された。主な被災地は、フィナーレエミリアやモデナなど。モデナにおいては、テニア・モボッタというスローガンが使われた。 ありがとうございます。